んにちは、みやこです。今日も動画をご覧くださりありがとうございます。これから2回のシリーズに分けて大豆製品を使った料理をご紹介します。1回目の今日はこちらの湯葉を使った料理を作りたいと思います。湯葉とタケノコと春雨を使った簡単な一皿をご紹介します。それでは作ってみましょう。まず湯葉を水に戻すので、ボウルに水を用意します。この湯葉はアジアンマーケットで買いました。適当な大きさに手で割ってから水に浸します。湯葉は英語ではビーンスレッドと言います。では湯葉とタケノコと春雨の炒め煮を作ります。春雨は水に浸しておきます。湯葉はもう8時間ぐらい水につけてあります。完全に柔らかくなるまで水につけておいてください。タケノコは茹でたタケノコです。春雨は今水につけています。これも柔らかくなるまでつけておいてください。春雨は水に10分ぐらい浸しておくと柔らかくなるので、それをこれくらいの長さに切っておきます。湯葉とタケノコを揚げて炒めます。甘い味が好きだったらお砂糖かメープルシロップか何かを入れてもかまいません。あとは他のフレーバーをつけたければ胡椒を振るなりお好みで加えてください。それで少し煮立てたら終わりです。よく混ぜて味が馴染んだら火から下ろします。できました。2品目はこの揚げ豆腐を使った料理をご紹介します。揚げ豆腐と松の実を使った煮物を作ります。こちらが材料です。揚げ豆腐、松の実、醤油、酒、メープルシロップ、以上です。揚げ豆腐は食べやすい大きさに切っておきます。ざるに移し熱湯をかけて洗います。これは揚げ油を取り除くためです。鍋に移して浸るぐらいに水を入れます。ここにドライドケルプを加えます。先ほど材料のところで紹介するのを忘れました。それではここでドライドケルプをご紹介します。ドライドケルプは出し昆布のことです。アメリカでは
アジアンマーケットで見つかります。これはコリアンマーケットで買ってきたものですが、韓国語でだしまと言います。日高昆布も売っていて、以前そちらを買っていましたが、大きいままの昆布を切るのが大変で、この切ってある昆布を見つけたので今はこちらを買っています。揚げ豆腐を火にかけて、そこに松の実を加えます。調味料はメープルシロップ大さじ1、酒大さじ1、醤油大さじ2、沸騰したら蓋をして弱火にしてから10分ぐらい煮ます。少し味が薄かったのでお醤油をもう少し足します。出来上がり。材料は概要欄に貼っておきますのでご覧ください。次の動画ではお豆腐、五香豆腐、この2つを使った料理2品をご紹介しますので、そちらもお見逃しなく。それではまた次の動画でお会いしましょう。この番組ではアメリカ在住30周年を迎えた私が住むフレデリックでの生活や活動の様子を紹介しています。これまでの動画ではフレデリックの街の様子、訪れたレストランやマーケット、飼い猫や家の周りの様子、お気に入りのレシピなどをアップしています。またピアノとヨガを教えていることから、ピアノ曲の動画やヨガ、健康に関する動画も出しています。今後はこれらに加えて私の趣味やお気に入りの映画や本、音楽などについてもお届けしていく予定です。お楽しみに。今日も最後までご視聴くださりありがとうございました。今日の動画が面白かった、または少しでもお役に立てたら、いいねボタンを押していただけると励みになるのでよろしくお願いします。またチャンネル登録もしていただけるととても嬉しいです。ご感想、ご質問がありましたら、ぜひお気軽にコメント欄へお寄せください。お待ちしています。それではまた次の動画でお会いしましょう。みやこでした。